どこも万兵だらけだ。これじゃ勝ち目はねえ。でもなんとかせにゃ。お侍、アザモウラを取り返すためお力添えを。村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。痛めつけて何になる。で、どこに囚われた。一人は神社、あとの二人は家の中に。いかにして入る。門は開かぬぞ。正門の近くに隙間が、子供が通れる大きさです。俺が忍び込もう。肩がつくまで隠れていろ。門に来ます。ふぬけばかりか。アザクチの悪徳な侍。待たせてしまったな。怪我は？ありません。手当てしろと言われたのですが。断ったのだな。しばらくここに隠れておれ。
どうか鍛冶屋もお助けください。どこかの家に囚われているはずです。安心するな、行け。動けるな。辛抱してくれ。本に来ます。チンハルボ、この掟を受け入れれば大ハーンもお許しくださる。拒めば罰を下す。いかにも蒙古の掟を受け入れねば村の者を皆殺しにすると脅され、諦めるところでした。よくぞ耐え抜いたな。安全になるまで隠れていろ。どこかの家の中に鍛冶屋も囚われております。助けてやってください。あと少しで殺されるところでした。ありがとうございます。新しい網を作れ。ビッドホラクエ、ヘッデンウドリヤフラ。魚を取れば殺しはしない。ザガスベレ。
perdius due collarici. タカという鍛冶屋のようにわしも殺されるかと思いました。タカは村から逃げた。安心しろ。しばらく身を隠せ。侍か。よくも民を苦しめたな。もうこの掟に従えばこいつらは苦しまずに済む。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首俺が切り落としてやる。
ったの？
よかった。戦いか？ユナ、お主か。ジン。待ってたよ。何が起きた？タカはどこだ？村の連中と隠れてる。ここも猛虎に襲われた。手向かえば殺され、ほとんどが捕虜にされたよ。残りのものを奪いに戻るはず。今のは石膏だ。ほどなく軍勢が押し寄せるぞ。なら逃げなきゃ。すぐに。いや、村を守る。はあ？村の火事場も民も失えぬ。望むならばお主は行け。いやだね。私も逃げるのは飽きた。村の者に会いたい。何人生き延びたのだ？そんなに多くない。ほとんどが百姓か鍛冶屋さ。戦えそうにないね。タカはどうだ？虫の一匹も殺せないふぬけだよ。今のは秘密ね。なぜ兄弟でそうも似つかぬ。酒くれるなら教えてあげる。村のみんなを避難させてたんだけど、一人ここらで猛虎に捕まったんだ。生きてた。猛虎は行った？しばらくは戻ってこないよ。これから火事場に向かうから一緒においで。火事場は動くか？ああ、でも火はつけないよ。煙が出たら最後、猛虎に居所を知られるから。いや、釣り出してやろう。さすれば血のりを生かせるはずだ。火事場をおとりにするってわけ。高井様、姉さん。タカ。
あなたのご無事を祈ってました。それはありがたい。時に頼みがある。何かご入り用だとか、どういったもので？叔父上を救いたい。金田の木に囚われておるのだが、守りが固く、人知れず忍び込める道具がいい。ここには火事場がある上、お主も腕利きだ。最高のね。作ることはできますが、じき猛虎が来るのでは。村は必ず守ってみせる。任せときな。火事の助手がいります。幸男という名の。どこにおる？嫁を探しに行ったはずです。村の方へ。俺に任せろ。ユナ、戦の支度を。できてるみたいです。幸男か。はい。タカが火事場で待っておる。小町を。妻と妹が川にいるんです。今すぐ案内しろ。こちらへ。俺から離れるでないぞ。隠れろ。血を見るな、よいか。わかりました。ここにおれ。天敵も。ありました。ご機嫌いかがですか。幸男の使いだ。生きてるの？ついてこい。火事場へ向かうぞ。ここしばらく。ムツ、よかった。あんた、もう会えないかと思ったよ。怪我はないな。この方の強さといったらまるで鬼だよ。猛虎が相手の時のみだ。火事場に行くぞ。
ついてまいれ。生きてたか。このお方のおかげだ。恩に来ます。猛虎が来る。ユナはどこだ。川の向こうの一家を探しに行ったきり帰ってきません。何、戻るまで火を入れるな。場は火を入れられるぞ。誰かを探しておるのか。しくじったよ。川の向こう岸で捕まっちまった。あの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだ。ならば捨ておけぬな。行くぞ。
どうもありがとうございます。まだ気を抜くでない。カジマまで行けるか。ええ、なんとか。みんなついてまいれ。あの方は何者なの？話せば長くなる。殺し方がむごくて人じゃないみたい。そうかもね。心配させやがって。火事場に火を入れろ。猛虎が寄ってきます。ここを打ち壊しはせぬであろう。この利を逃す手はないぞ。その前に殺されるかも。いずれにせよここで猛虎を迎え撃つ。Let's go.
大将！もうやめて！あっちベリー！大将！殺さないで！何をしたのか！もうやめてください！やだ、やめて！お侍様の戦い方じゃない。何を申す。お侍どころじゃないよ。このお方は猛虎を打ち滅ぼすため冥府から蘇った伝説の武者クロード様さ。早く逃げましょう。ならぬ。火事場の火を焚き、再び小松が誇る武具を鍛えよう。さすれば直ちに志村殿をお救いできよう。伝
接のクロード。悪くないだろう。侍は誉れを重んじると書で読んだ。それが己らと我らの違いよ。ならばなぜ我が兵は背後から切られている。酒井は決してさような手を使わん。戦では化けの皮が剥がれる。ならば己は犬だな。フビライの下地でしか動けぬ哀れで臆病な犬だ。前の老いも侍の道に背き、犬になるつもりのようだ。止めたくば大原国に下るしかない。そして我らは本土襲来の手先となる。違うか。考えておくことだ。ただし急がねば己の老いは道を踏み外すことになるぞ。それまで首がつながっていればな。たかが仕事を終えるまで叔父上をお助けには行けぬな。